小鳥のさえずりで目が覚めました。小鳥のさえずりで目が覚めました。すごいね。うん、小鳥のさえずりで目が覚めました。早いよ、5時だよ。でもそう、5時、さっきまで寝れる人いるから。そう、また火を焚きました。朝ごはん作ろうか。とりあえずコーヒー作るね。朝のコーヒーを朝5時の引き立てコーヒーですね。開いた。開いた。おいしい。ピーって言ってる。あ、開いた。おおおおお。開いたぜ。はい、これで3。うまく取れないでやんす。ボケちゃうでやんす。いつもやってくれてありがとう。朝のコーヒーって美味しい。カラスもおめでとうって言ってる。うん。あそこに。あれ何やってる？見えない。今鳥がダンスしてる。コンタクトしてないの。どこ？撮って。全然見えないね。まずは深呼吸から。せーの、朝の体操おしまい。さあ、それでは、パンが焼けたので見てみましょう。チラチラチラリズム、チラ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 。おお、これはいい感じでしょう。はい、あ、じゃあ焦げないようにこの上のところに引っ掛けて温めておきましょうか。これにかけて、美味しそうでしょ。美味しそう。うん、あ、美味しそう。何の音？うまー。じゃあソーセージをさ、丸ごと焼いていきます。丸ごと全体、丸ごと焼きです。
丸ごと戦隊丸大ハムです。仲良しくっついたね。何個食べる？出来上がったから盛り付けして。おたらが5個あるから超でっかいソーセージだね。ね、なんの？あんたやってくんない？ちょっと早く、ちょっと俺撮りながらさ。じゃあ撮るよ。私撮りながらさ、やめて。夫婦のさ、奥さんみたいにさ、あー美味しそうできたとかやってくんない？すごい、なんでそんなこと言うの？お腹入れちゃうよ。うん、入るつら。指みたい。なんか突き刺さってんの嫌だ、これ。あ、おあ、結構カリカリだ、今回のは。あ、カリカリサクサク。おいしそう。これ切るよね。うん、大きい感じ、ほら見て、ほら、できたてのパン屋さん、できたてのパンをさ、そう、できたてのパン屋さん、ほら、そうだよ、だってまだ熱々だよ、さっきできた、できたてだよ、できたてのパン屋さんだよ。すごい、これは高カロリーのパンですね。そうです、高カロリーパン屋さんです。おいしい。あのなんだっけ、ジブリのさ、あのラピュタのさ、うん、あのパズーがさ、こうやってさ、うまーってやるの？うん、やんないか。パズどうなんだとか忘れちゃった。もう食べないの？食べたいよ、私も。私食べないよ。で、さっき取ってって言ったから取ってんの。取るなら行くといいよ、もう取るなら行くといいよ、もう取るなら行くといいよ、もう。なんでキャンプ場でやってんの？なんでキャンプ場で洗車してんの？だってさ、でもさ、こんな時しかさ、うん、しないんじゃん。キャンプ？あ、じゃあ洗車？てか、なんていうの、キャンプに行きすぎて、うん、するタイミング出さないじゃん、どうせ汚れるからって。うん、うん。だから、ないと。キャンプ場でせ、あの、車磨く人初めて見たけど。でも、ありがとう。ありがとう。そう、こんな時じゃないとね、しないから。いやー、いいキャンプだったね。ゆっくりできた。はい。ね。さあ、じゃあ今から安全運転で帰りますよ。安全運転、はい、安全運転で、安全運転、安全運転でね。はーい、はーい。じゃあまた次のキャンプまで、またねー。じゃあねー。